ナレーターのぐっすりお休み朗読たくさんのチャンネルの中からこちらを選んでくださりありがとうございます泉の聖地作一休さんこちら一休さんが生まれてからどんな人生を歩んだか一休さんの生涯がわかる長い長いお話です タイムスタンプを載せておきますのでよろしければ少しずつでもタイトルごとに分かれていて短いお話がつながっていますぜひお聞きくださいそれではおやすみなさい一休さんお母様 子供の時一休さんは千菊丸という名前でしたある春の日のことです千菊丸は乳母に連れられて清水寺にお参りに行きましたお寺の庭は桜の花が満開でしたはらはらと散る桜の花びらの下では おばあさんやお母さんに連れられた子どもたちが遊びたわむれています。綺麗だなあ、ばあや。しばらく花に見とれていた扇菊マレは、ふと向こうの石段のところにいる親子連れの小鳥を見て不思議そうに立ち止まりました。 汚い着物を着た小敷きの母親が、五つか六つぐらいの子供をそばに座らせて、おもちゃをやっているのでした。やがて千菊丸は、乳母の手を引いて尋ねました。ばあや、あれなあに親子の小敷きです。貧しいので、産経の人に物をもらって、 食べているのです「そうじゃないのばあや千菊はあの女の小敷はあの子供のなんじゃと聞いているのだよ」「あれはお母さんと子供です」「<laughs> ふーん」と千菊丸はいかにも不思議そうです。 小敷にもお母様があるのばあや。はい。小敷にもお母様がいますよ、千菊様。不思議だな千菊丸はかわいい首をかしげて、しばらくじっとしていましたが。小敷にもお母様があるのに、千菊にどうしてお母様がないのだろう。 バヤどうして千菊にはお母様がないのとばあやの手をギュッと握りしめて言いました。ええ、千菊様には、千菊様には。乳母は旗と答えに詰まってしまいました。というのは、 次のような深いわけがあるからでした父は天皇一休さんの生まれたのは大江元年今からざっと五百六十年ばかり前のことですお父様は午後松天皇でお母様は伊予の局と言いました本当ならば一休さんも 天皇の王子様として宮廷で育てられるはずでしたがお母様が悪者の残言で天皇のおそばにいられなくなったので一休さんもお母様とも別れて京の都の片ほとりに乳母と二人で住むことになったのですお母様も京の都に住んでいましたが 一休さんは生まれたばかりでお母様と別れ別れになったのでお母様のあることさえ知りませんでしたそれでみんなお父様もお母様もあるのに自分だけ乳母と二人きりなのはどうしてだろうといつも悲しく思っていたのでしたそれが こじきの親子のむつまじいありさまを見て、急に胸がこみ上げてきたのでした。一休さんがあんまり悲しそうにお母様のことを聞くので、乳母も、いっそうお母様が同じ今日の都にいることを話して、お母様にお合わせしてあげようか、と思いましたが、また思い直して、 いやいや、それはいけない、と、そっと涙を拭って、千菊様、坊ちゃまにもお母様があります。けれども、今は遠い遠いところにいらっしゃるので、とても会えません、と言いました。マロミもお母様があるのはじめてお母様のことを聞いた一休さんは、 キラキラと目を輝かして、きっと乳母の顔を見上げると、ばあや、マロはどんな遠いところにも行く。お母様に会わしてください。とねだりました。とても千菊様の行けるところではありません。乳母も困ってしまいました。そして千菊様が、 「これからうーんと学問してえらい人になったらきっとお母様が会いに来てくださります」とその日はやっとなだめて帰りました「雪の朝」こういうわけですから乳母も一休さんを立派な人に育てたいととても心配しました いっきゅうさんは子どもの時から一を聞いて十を知るというほど利口な子でしたがまた大変ないたずらっ子でしたそれが乳母の心配の種でしたある春の日のことでした今日の都に珍しく大雪が降りましたいたずらっ子の千菊丸は 大喜びです。まるで犬ろのように裸足で庭に駆け出したり雪を投げつけたり窓を破くやら廊下を雪だらけにするやら大暴れです乳母が見るに見かねて千菊様そんなにいたずらをする子は立派な人になれませんとたしなめて そんな暇があったら、ちと勉強なさい。昔、菅原の道真という偉い方は、七つの時、立派な歌をお作りになりました。千菊様も、お歌でもお作りなさい。歌を作るより、雪投げの方が面白いわい。いけません。大きくなって五点に上がっても。 つくれないようでは恥をかきますそれを聞くと一休さんは急に真面目になって「ばあやその道真のつくった歌はどんな歌だい?」と聞きました「麗しき紅の色なる梅の花和子が顔にもつけべかりけり」。 というのです梅の花を見てお歌いになったのです乳母が言うと一休さんはちょいとおどけた顔をして「そんな歌ならいくらでも作れら、まあ」「まあ千菊様にできますかしらできるよばあや驚くな」一休さんは「これはどうだい?」 と言いながら。ふる雪がおしろいならば、手にといて奥路の顔につけべかりけるとすらすらと歌いました。まあと乳母はびっくりしました。菅原の道真の作った歌の意味はこうです。昔宮中にいる。若い人は男でも。 「薄くおしろいやほうべにをつけていました」「和子」というのは私ということです。道真は赤い梅の花を見てあの美しい梅の花の色を私の顔につけたいとうたったのです。それで一休さんの歌ですが「おろというのは乳母のことで。 この乳母の顔は黒いのでみんなが乳母のことをお黒さんお黒さんと呼んでいましたそれで一休さんは白い雪を乳母の黒い顔につけてやろうとふざけたのでしたまあひどい乳母はあきれてしまいましたがこの頭のよさにはすっ しかり感心してしまって、千吉様はきっと偉くなりますと大喜びでした。六つのひなそう。一休さんは六つの時、稲荷山の北にある安国寺というお寺に入って。 王さんになることになりました。これはお母様のイオの局の陰ながらの取り計らいでした。というのはそのころは国が乱れていて侍や宮廷の人たちもお互いに妬み合い疑り合っていましたが一休さんのお母様はもし自分を斬言して 宮廷を追い払った人たちが一休さんを狙って殺してしまったりするかもしれないと心配したからですけれども午後松天皇の恩子として生まれた一休さんを何とかして偉くしたいと思いましたその頃偉くなるには侍になるかお坊さんになるかしか なかったのです。それで、お母様は一休さんを侍にして殺したり、殺されたりするよりはお坊さんにしようと乳母にも話して、一休さんを暗黒時の雛荘にしたのでした。暗黒時の雛荘になった。一休さんは修験という名前をもらって。 毎朝和尚様からお経を習いましたが利口なのですぐ覚えますことにそのとんちのいいことは大人も舌を巻くばかりでした安国寺には七つ八つぐらいの小僧が十人ばかりいました一休さんはその中で一番年下でしたが一番利口で トンチがありましつぎに一休さんのとんち話をしましょう水あめと毒薬ある日のことです小僧たちがみんなで額を集めてひそひそ話をしていましたおしょうさまがわたしたちにかくれて 毎日こっそり水飴を舐めているよ。水飴甘いだろうな。舐めてみたいな。どこにあるのおしょうさまの居間の戸棚の上に、ほら、壁土色の亀があるだろ。う。あの中にあるんだよ。ほんとに見たのかい ほんと,さと言って目をくるくる回して見せたのが「鉄灰」といういたずらこそうです。「鉄灰はいかにも手柄顔に私がゆうべ障子の紙に穴を開けて和尚様の水あめをなめているのをそっとのぞいてみたんだもの」ふーん。 と小僧たちは舌なめずりをしました。すると鉄いは、お嬢様だけなめるなんてずるいや。私らにも少しなめさせてもらおうではないか。と言い出しました。そうしよう、そうしよう。みんな賛成です。誰か言って、お嬢様に頼んでこいよ。 怒られるよ。嫌だよ。みんな尻込みします。けん、お前行ってこいよ。鉄いは一番年下の一休さんに押し付けようとしました。それがいい。それがいい。宗賢、行ってこいよ。みんなそう言います。うん、そうか。 それではちょっと行って聞いてくるいたずらっ子でもとんちがあってもまだ無邪気な一休さんはすぐ立ち上がって和尚様の部屋に出かけていきました和尚様はぼんやり庭を眺めていました「和尚様」と一休さんが 敷居の外に手をつきました。なんじゃと、おしょうさまが一休さんを振り返りました。おしょうさま、水あめを舐めさせてください。なんじゃと棚の上の壁土色の壺の中にある水あめを少しずつでいいですから、私たちに舐めさせてください。 和尚様はびっくりしてまじまじと一休さんを見つめました。だれがそんなことを言った見たものがあります。お嬢様大人のお嬢様ばかりなめて子どもの私たちになめさせないなんてお嬢様ずるいや。うんそうかゆうべ障子に穴を開けたのはお前じゃな。 私ではありませんが、確かにおしょうさまが水飴をなめているのを見たものがあります。うん、そうか。おしょうさまは一つ懲らしめてやろうと思って、みんなをここに呼んでこいと言いました。そんなこととは思いもよらない一休さんは、早速みんなのところに戻ってきて、 おーいみんな来いよおしょうさまが水あめをくださるぞ」と大声に叫びました「そうかくださるかみんな行こう」こそうたちは大喜びでおしょうさまの部屋に飛んでいきましたずらりおしょうさまの前に並んだこそうたちを じろり見渡した和尚さんは、みんなに言っておくことがある。よく聞いておけ。と厳かに言いました。これは変だぞ。子僧たちは顔を見合わせたまま。和尚様は言いました。実はこの、 亀の中にある水飴のようなものは本当は水飴ではなくて天竺から到来した中風の薬じゃ天竺は今のインドです仏教の渡ってきたところですこの薬は仏教と一緒に日本に渡ってきたのでしょうあれ みんな目をパチクリさせました。いいかあれは中風の薬じゃ。中風という病気は子供にはかからぬ。わしのような老人にだけある病気じゃ。いいかよく聞け。あの薬は老人の中風にはよく効くが子供がなめたら命がなくなる。 「間違ってもあの薬をなめたりするではないぞ」「変なことになったもんだなあわかったかわかったなはいわかったら出ていってよろしい」「変だなあと思いながらみんな半分ベスを書いてお嬢様の部屋を出ていきました」 死ぬつもりで。中でも一番変だなあと思ったのが、一番利口な一休さんでした。次の表お,お様は、どこかの法事に出て行って、留守でした。よし、この間に、あの亀の中のものが水飴か毒か、試してみよう。 いたずら者の一休さんは舌なめずりをして和尚様の部屋に忍び込んでいきました早速棚の前に立ちましたがあいにく棚が高くて子どもの一休さんには手が届きません一休さんはそばにあった茶箪笥を引きずってきて「どっこいしょ」と その上に乗ると亀に両手をかけそろそろと引き下ろそうとしましたが亀が重いものですからつるりと手が滑って「あっ!」と思うままあらばこそ亀はどしんと一休さんの坊主頭の上に落ちました「しまった!」。 剣だ一休さんは亀と一緒にすってんころりんと茶ダンスの上から転げ落ちましたその拍子に一休さんは頭からドロドロと水あをかぶってしまいましたが一休さんは水あの中に浸かりながらペロペロと水あを舐めています 甘い、甘い、やっぱり中風の薬だなんてうそだ薬なら苦いはずだ一休さんは夢中ですが腹いっぱい水あめをなめてから一休さんは「これはしまったことをした」と青くなりました。 一休さんはそっとなめて知らないふりをしているつもりだったのに「こんなにありたけこぼしてしまっては和尚さんに分かって大目玉を食うに決まっている」。一休さんは大慌てに慌ててこぼれた水あめを拭き取りましたがとても子どもの力では拭ききれません。 そればかりではなくふと見るとそばにはおしょうさまの大切にしているお茶飲み茶碗が粉々に壊れているのでしたすると運の悪い時にはしかたのないものでそこにがらりと部屋の障子が開いておしょうさまが帰ってきました。うわ 一休さんが雨だらけの頭を抱えるとこれを見た和尚様は「執権何しとるのじゃ?」と大声で叱りました「ははいはい」一、は、休、い、さんは目を白黒させています「何をしとるというのじゃ」一休さんはわー と泣き出してししてままいました。泣きながらも一休さんの頭には一つのとんちが思い浮かびました「お嬢様お嬢様私はお嬢様の大事な大事なお茶碗を壊してしまいましたそれが悲しくて私は死んでお詫びしようと思ってこんなにたくさん お嬢様の薬をいただきましたがちっとも死ねません」。そう言うと一休さんは両手で顔を折って前よりも激しくわんわん泣きだしました。何茶わんを割ったとそうですお嬢様のお留守の間にお部屋を掃除しておこうと思って。 「おわりました。尚様、はあ私は死にたい死にたい」「一休さんはそう言いながらまたこぼれた水あめをペロペロとなめましたお尚様はあきれかえって一休さんを見つめていましたそんなことはうそに決まっています。 嘘じゃ」とおしょうさまはしかりました。「ちがいます、うそではありません」。そうか。じっと考えこんだおしょうさまは、突然、あはははと笑いだしてしまいました。そして言いました。「けん、わしが悪かった。これはわしがお前たちをだました。 仏の罰というものじゃ。それを聞くと今度は一休さんが和尚様の前に両手をついて「和尚様私が悪うございました私は嘘をつきました」と謝りました「いいや執権初めに嘘をついたのはわしじゃ悪いのは」。 このわしじゃ。いいえ、わたしがわるうございました。いや、わるいのはわしじゃ。一休さんとお尚様は、今度はおたがいに、自分がわるいといい子です。わかったわかった。お尚様がとうとう負けてしまいました。そして、 一休さんに「けんお前のとんちには驚いた。これからは悪いことをするなよ。悪いと気づいて早速謝ったのはいい心がけだ」と優しく言い聞かせました「われの月」「何しろ子供ですから。 一休さんは食べ物となると夢中になることがありますその年の暮れのことでした暮れのことなので和尚様は今日は小僧たちをみんな連れて宅髪に出かけました「執権今日はお前が留守番だ」。 気をつけてお留守をするんだよ」。和尚様は一休さんに留守番を言いつけました。すると和尚様たちが出かけてだいぶたってからのことです。「ごめんくださいごめんください!」と和尚様のお部屋の方で人の声がしました。 おや早速お客様だな。たった一人後に残されてぼんやりしていた一休さんは早速飛び出していきました。今日は和尚さんは留守かな裏口に立っているのは安国寺の檀家の元兵衛さんでした。お芋の問屋の元兵衛さんは 数多い壇家の中でも一番このお寺によくしてくれる壇家さんです。今日もたくさんのお餅をついて出家の長松に背負わせてきたのでした。丸い丸い満月のように丸い鏡餅です。これはこれは元兵さんですか。 あいにく和尚様は宅髪に出かけてお留守です。一休さんが丁寧に言うと元兵衛さんは「それはかまいません。今日は年の暮れでお餅をついたので持ってきました。どうぞ和尚様がお帰りになりましたら仏様にあげてください」と言ってください。と言って でっちのまちつに背負わせてきたたくさんのお餅を置いていきましたうまそうだなあ包みを解いて一休さんがちょっと触ってみるとお餅はまだほっかりと温かくてまるでゴムまりのようにプカプカしていました一休さんは ごくんとつばを飲み込みました夢中で一つのお餅にかじりつきました「うまいなあ」一休さんが思わずにっこりした時ですガタガタと表に人の足音がして和尚様たちが帰ってきました「う大変だ」一さんは、 慌ててお餅を飲み下そうとします。があんまりたくさんいっぺんにお餅を口の中に入れたのでなかなか飲み下すことができません一休さんが目を白黒させていると先に来た兄弟子が「宗賢またいたずらをしたなお尚様に見つかるとほほめ玉だぞ」。 一休さんの背中を叩いてやりました「わ苦しい」一休さんがやっとお餅を飲み下した時でした後から入ってきた和尚様はこの様子を見てクスクス笑いながら一休さんの前に欠けた鏡餅を出して「修験、執権」 やの月はまん丸なのにこれはどうしたことだ」と謎をかけましたすると一休さんはにこりとして「雲に隠れてここに半分」と答えながら自分の腹を指さしましたこれは一つの歌になります 十五夜の「月はまん丸まるなるものを」を雲隠れしてここに半分和尚様のは髪の句一休さんのは下の句です和尚さんはこの一休さんのとんちにすっかり感心してしまって「執権でかしたでかした」でかしたと 手をたたいてをいさんを褒めさあお餅をたくさんあげるからみんなで食べなさい」とたくさんのお餅をくれました「しゅうけんうまくやったなまた頼むぞ」アぎ弟子たちも大喜びでお餅にパクつきました。 川門堂安国寺のお坊さんになって23年経った時でした畑屋軸祭という人が毎晩のように遊びに来て和尚様と遅くまで話し合ったり碁や将棋をしていきましたこの人は長崎で生まれたのですがお父さんはオランダ人でした 今でで言えばの子です。そのお父さんがオランダに帰る時錦を織る方法を教えていきましたジクサイは京都に来て旗屋を開いて大変繁盛しましたこれが今でも名高い西陣織のもとですあれジクサイのやつ また来た来よ。「ある夜兄弟子の鉄売が玄関の方を見ながらそう言いました」「本当だ今夜もまた遅くまでいるんだろうなあいつが来るとわしらがいつまでも寝られなくて弱るよ」小僧たちはお客様のいるうちは寝るわけにいかないのでさ祭が来ると みんな嫌がるのでした何とかしてあの軸さえ目が来ないようにする工夫はないものかなあ小僧たちはみんなでこんな相談を始めました一休さんもこれは同感ですついとみんなの前に進み出ると私が 軸くさんの来なくなるまじないをしましょう」と言いだしました「ほんとにそんなことができるかい変なことをするとまた和尚様から大目玉だよ」「兄弟子たちは心配そうです」「大丈夫です」「もししくじったらみんな私が罪を着ます」 一休さんはとても自信がありそうです。それじゃあ頼むよ。うまくやってくれよ。翌日の夕方のことです。一休さんはもう軸さえさんがやってくる頃だなと思いながら。半紙を5枚も継ぎ足して。墨黒黒と大きな字で。川を来たるもの。 らのかに入るべからずと書いて玄関に貼り付けましたまもなくせかせかと下駄の音をさせながら軸くさんがやって来ましたいの子の軸くさんはいつでも獣の皮で作った道着を着ているのですどうするかな軸いさん 一休さんや小僧たちは障子の陰に顔を集めてじっと軸斎さんの様子をのぞいていました和尚様と仲良しの軸斎さんはいつでも案内もこわずずかずかと玄関を入ってきますふと見ると玄関に何か書いてあります「おや?」。 なんだろう軸斎さんは立ち止まってじっと張り紙を眺めていましたがすぐ「母」と大声で笑って「ははは小僧どもわしがいつも夜遅くまでいるもんだからこんないたずらをしおったな」<laughs> と言うとそのまま奥に入ろうとします。 その時、いきなり一休さんが飛び出しました。この張り紙が見えないのですか？じくさいさん。母、はあ、これは修験。坊使い張り紙は読みましたよ。軸祭さんはニヤニヤ笑っています。読んだならなぜ入ってきた？小僧さん。 どうして皮を着たものが入っていけないのかねお寺に毛ものの皮を着てくると汚れますこれは仏様の教えです帰ってくださいはっはっは小僧さんあんたは利口者だと聞きましたがやっぱり間抜けですねどこが間抜けです では聞きますが寺にも時刻を知らせる太鼓がありましょう太鼓は獣の皮を張ってあるでしょう私も獣の皮を着ていますから太鼓のようにずっと奥まで通りますよはいごめんなさいじくさんはそう言うとちらと一休さんをからかうような笑いを見せて奥に行こうとしました すると一休さんは何を思ったかちょこちょこと軸斎さんに先回りして本堂から太鼓のバチを持ってくるといきなり軸斎さんのハゲ頭をポカポカとたたきました。これ何をする小僧さん軸斎さんは一休さんをにらみつけて怒りました。が、 一休さんは済ましたもので「軸斎さんは太鼓のように奥に通ると言ったではありませんか太鼓と同じならいくらたたかれても文句はないでしょう」と言ってまたポカリ「まいった」すると軸斎さんは急に後戻りすると脱いであった下駄をつかんで はだしで逃げていきました。うまいうまい、周拳。はあ、胸がスーっとした。アギ弟子たちは手をたたいて大喜びです。この橋渡るな。次の日、ジクサイさんのおつかいが王将様に手紙を持ってきました。 開いてみると、夕方ごちそうしたいから宗賢さんを連れて遊びに来てくださいと書いてあります。和尚様はニコニコ笑いながら一休さんを呼んで「宗賢軸斎さんがこんな手紙をよこしたよきっと昨日の敵討ちをするつもりだよ」と言いました。 はあ軸、は、斎、あ、さんよっぽど悔しかったと見えますねえ和尚様一休さんもニコニコしています夕方一休さんは和尚様に連れられて軸斎さんの家に出かけました軸斎さんの家は大きなお屋敷で屋敷の前に小川が流れその川に 橋がかかっていました。和尚様と一休さんがその橋を渡ろうとすると。どうでしょう？次のような立て札が立っていました。この橋渡るな。おやおや。やっぱりだね。集計。和尚様はそう言って。 後ろの一休さんを振り返りましたつまんないこと書いてありますねしかし一休さんは驚きませんお尚様真ん中を渡っていきましょうだって橋を渡ってはいけないと書いてあるではないかだから真ん中を渡るのです 様、ま、この立て札にはわざと「橋」を漢字で書か,かないで「橋」と仮名で書いてありますこれが謎を解く鍵ですよお嬢様一休さんはそう言うとすたすたと橋の真ん中を渡っていきます軸斎さ,さんは家の前まで出て いっきゅうさんがどうするだろうと眺めていました。すると一休さんと和尚様が平気な顔で橋を渡ってきたので「執権さんお前さんはあの立て札が見えなかったのかね?」と言いました「いいえ私はこのとおり二つの目がちゃんとそろっていますから」 立て札はよく見てきました。何見てきた？ではなぜ橋を渡ってきましたか？いいえ。橋の方を渡ってはいけないと書いてありましたから、真ん中を渡ってきました。じくさいさん、この橋は橋の方が腐っているんですか？ そうでしたら危ないから早く治しておいてください」。一休さんが済ました顔で言うので軸斎さんは「また参った」と思わず額をたたいて和尚様に「執権さんのとんちには大人の私もとてもかないません」と言って舌を巻いてしまいましたが。 すぐ思い返して「でも宗賢さん今度は負けませんよ。宗賢さんとのとんち競争はこれからですよ」と言いながらニコニコして和尚様と一休さんを座敷に案内しましたさて軸斎さんはどんな難問を用意しているのでしょう。 下から上に下がるもの。立派な部屋にたくさんのごちそうが運ばれてきました。食いしん坊の一休さんはごくごくと喉を鳴らして、どれから先に食べようかな、とお膳の上を睨んでいました。すると軸斎さんは悠ゆ々うゆうと落ち着き払って、 さて、けんさん、私がこれから難問を出しますから、立派に答えてください。もしけんさんが、私の難問に答えられなかったら、今日のご馳走はお預けにします。と、意地の悪いことを言い出しました。一休さんは、悔しそうに、じろりと軸斎さ,さんの顔を、 にらみつけましたがぐっと我慢して「さっきの敵討ちですかダメですよ軸斎さんおやめになった方がよいでしょう」や痩せ我慢を言います「なあに今度こそ修賢さんをぎゅうという目に合わしますよ」。軸斎さんはそう言っておいて「修賢さん下から上に下がるものは」。 なあにと言って「さあしゅうけんさんごちそうばかり眺めていないで早く答えてください」はあはあ「ははそんな方わけもありません」一休さんはにこりとしてすらすらと次のような歌を詠みました「藤棚の 水に移りし藤の花下より上に下がるなりけりはいどうです軸くさんではいただきますよ一休さんは歌い終わると早速ごちそうをパクつきました「えらいえー、らいやっぱり私はしゅうけんさんにかないません」さあたくさん召し上がってください。 さんは大喜びで言いましたこんなふうに負けても勝ってもこだわらないで喜んでいるのが禅宗という修士の偉いところです屏風の虎そのころは仏教の中でも禅宗がとても盛んでした 禅宗を信仰する人たちは問答が大好きでしたそれで一休さんの豚地はたちまち大評判になって「安国寺の宗賢という小坊主は大変に豚地が優れているそうだ」という噂がパッと今日の町中に広がりました。そそしてそのことが。 いつかしにも聞こえました。時の将軍は一休さんの話を聞いた義満公は「ほうほうそれは面白い。では一つその執権という小僧を呼んでご馳走してやろうではないか」と言って次の日。 早速安国寺に使いをよこして「明日小僧の執権を連れて金閣寺に来なさい」と言いました義満公はその頃頭を沿って仏門に入り天山と言いましたが金閣寺を建てそこに住んでいたのでした昔は武士が年を取ると

その右と左には、偉い侍たちがずらりと並んでいます。和尚様は静かに手をついて、お召しにより、執権を連れ、参上いたしました、と言いました。おお、ご苦労じゃった。義満公は、和尚様の後ろで頭を下げている一休さんをじろりと眺め、 苦しゅうなあ頭を上げはい」一休さんは頭を上げてあから顔のずんぐり太った義光をじっと見上げましたすると義光は突然一休さんに言いました「けん、お前はなかなかとんちのよい小僧じゃと聞くがどうじゃ お前の横にあるその屏風に書いてある虎は、まるで生きているようじゃろうはい、仰せの通りでございます。ところが、その虎が毎晩その屏風から抜け出して、いたずらをするので、ほとほと困るのじゃ。ついてはその方、直ちにその虎を縛って、わしのもとに連れて参れ。 光公は難問を出しました。和尚様はじめそこにいる人はみんなあっけに取られて一休さんがこの難問にどう答えるかじっと見つめていましたところが一休さんは平気の閉座でニコニコ笑いながら「はい承知いたしました」。 さらりと答えましたこれには今度は難問を出した義光公の方があっけに取られました直ちに召し取るのじゃぞはいわけがありません一休さんは義光公に軽く頭を下げると屏風の前に立っていき衣の下から手ぬぐいを出して きりきりと鉢巻きをしいかにも虎を捕まえそうな格好をして「将軍様お縄をお貸しください」お「おお誰か集権に縄を貸してやれ家来はすぐ縄を持ってきて一休さんに渡しました」「どうするのだろう一休さんは 本気で絵に描いた虎を縄で縛るつもりでしょうか居並ぶ人たちも手に汗を握りじっと一休さんの様子を眺めていますが一休さんは平気でじっと屏風の中の虎をにらんでいましたがふと義光公の方を向いて 用意はできました。すぐ縛りますから、どうぞ誰かに、この虎を屏風の中から追い出してください。うん、と言いました。うん、うん。うむ、ん、なんとその虎を追い出せと申すか。吉光公は思わずうなりました。はい、追い出してくだされば。 執権直ちに縛ります。早くご家来にいつけて追い出してください。うん、うむ。義光は大きな目玉をぎろりと剥き出していつまでもうなっています。これははっきりと義満の負けです。そう思った義満公はすぐ。 いやあ、っぱれじゃ。いかにも、そちのとんち、見上げたものじゃ。と、膝をたたいて、一休さんのとんちに感心し,んし、それものども、宗家にごちそう出してやれ。と、家来に言いつけました。お嬢様と一休さんの前には、山盛りどっさりのごちそうが、 一休さんはニコニコ大喜びでごちそうにパクつきました魚と肉とお酒と刀が吉光公はもう一つ いっきゅうさんのとんちを試してみようと思っていたのでした禅宗では魚肉辛いものお酒などを食べたり飲んだりすることを禁じていますそういうものを寺の中に持ってくることさえ禁じていましたところが今一休さんの目の前に運ばれたごちそうには 魚も肉もありました。和尚様はごく親しいところでは魚も肉も食べますが今は将軍様の前なので食べようか食べまいかためらっていましたが一休さんと来たらそんなことへいちゃらで手当たり次第むしゃむしゃ食べました。 すると義満公が言いました「こりゃあしゅうけん、おいしいか?」「はい私は食いしん坊ですからおいしくてたまりません」お<う>「おおではひとつ聞くが出家は肉や魚を食べてもいいのかなわしは 出家は生臭ものは食べないものだと聞いていたが「はっ!」と言って一休さんはしばらく考え込みましたそれからニコリとして「将軍様も食べておいでですね」「おお、わしは侍じゃ肉も魚も食べる」でも将軍様も 頭を坊主にしていらっしゃいますね。そうだ。わしも仏門に入ったのじゃ。さあ、それと、やはり坊さんの仲間入りをしたのでしょう。そのとおりじゃ。同じ坊さんなら、将軍様も、魚や肉を食べてはいけないのではないでしょうか。うん。うむ。 わしはしかし本当の坊さんではない。生草坊主ですか生草坊主ならいたしかたありません。一休さんはぎゅーっとまず義光をとっちめました。すると義光は「するとお前も生草坊主かな?」と逆襲してきました。 いいえ、違います。平気で生草を食べるところを見ると、生草坊主だろういいえ、私のは違います。どう違う人間の喉には食道と気道とございます。ほう、二つあるか。この道は、 東海道と鎌倉街道みたいなものです。食道は食べ物を食べる道。気道は空気を吸ったり吐いたりする道。皆さんは喉に2本の管などないことはちゃんと知っているでしょう。しかしこれはとんち問答ですからまた別です。ほう吉光公は 一球目何を言い出すかとニコニコしています。街道ならば餅屋も通れば魚屋も通ります。豆腐屋も肉屋も通ります。街道なら通るじゃろうな。はい。それで私の街道をただいま魚屋と肉屋と豆腐屋が通ったわけで決して 肉や魚が一人で通ったわけではございません。はあ、はあ小僧うまく逃げたな。義光公は思わずにっこりとしましたがすぐぎゅっと一休さんをにらみつけてぐっとそばの刀を一休さんにつきつけると「これ執権街道ならば武士も通るであろう。 速やかにこの武士を通してみよ。さあ、大難題です。刀を通したら死んでしまいます。が、一休さんは平気で、いや、むやみやたらにはお通しできません。なぜじゃ、恐れながら申し上げます。ただいまは、 世の中も静かではありますがまだまだ刀を刺した盗賊もおれば将軍様に手向かいしようと狙っているものもあるかもしれません魚屋や肉屋や豆腐屋はそんな悪いことしませんが刀を刺した武士はいちいち調べないと通すことはできません一休さんは まんまと言い逃れてしまいました。ことに義光公に手向かいするものがあるかもしれない。それを調べないで通すわけにはいかないと言ったのが、とても義満公のお気に入ったので、義満公は、宗賢、でかしたと大喜びで。宗賢、 これからもよくよく学問しん立派な僧侶になれよ。それにお姉にお姉を取らせよ」とんにおに命じて、たくさんにご褒美をにおさんに与えました。本当のんさんにお姉さんにさんにさんさん こんなとんちモンドをばかりしていたのではありません和尚様について熱心に学問に励んでいましたそれで一休さんは本当の人間の道本当の坊さんの道というものもだんだん分かっていきました あるとのことでした。一休さんが和尚様のお使いで町を通りますと「もしもしあなたは安国寺の小僧さんではございませんか?」と一人見知らぬおばあさんが一休さんを呼び止めました「はいそうです。 のです。何か御用でしょうか」。一休さんが驚いて立ち止まるとおばあさんは一休さんを拝むようにして「やっぱり仏様のお導きです」と言います。が一休さんは何のことか分かりません。 どうしたのですかおばあさん。はいはい。じつはけさはやくおじいさんがなくなったのです。どうぞインドをわたしていただけないでしょうか。もしもおねがいができれば仏もうかばれます。でもおばあさん、それでしたらあなたのだんな寺に。 「お願いしたらよくはありませんかそれが駄目なのでございます。私の家はおじいさんの長患いで一文のお金もありません。けさお寺に印度を渡してくださいと頼みに行きましたらお寺さんでは私がお布施を出せないことを知っていて来てくれません。 どうぞお願いしますおばあさんは悲しそうに涙を流してぴたりと地べたに座り一休さんに手を合わせて頼みましたそうですか一休さんはぐっと胸が熱くなりましたおばあさんがかわいそうなのと それよりもお伏せが出せないからといってお経もあげてやらないその寺の坊さんに対する憤りのためでした。仏教のもとを開かれたお釈迦様は王子の身分を捨てて山に入り小敷のような暮らしをしながら誰にでもおんなじにお経を読んでくれました。 ところがそのころの坊さんの中にはお金持ちやえらい人にばかりこびへつらってたくさんのお金をもらいぜいたくをすることばかり考えている坊さんがたくさんいましたそんなことは坊さんとしては一番悪いことです本当の坊さんの道を見つを チリと心の中に入れている一休さんは腹たが煮えかえるほど嫌な気持ちになりました。はあ嘆かわしいことだなあそう思うとそうですかそれは困りましょうそれでは私がお経を読んであげましょうと言って一休さんは すぐおばあさんといっしょにおばあさんのいえにいきましたなるほどおばあさんのいえはひどいいえでしたやねもかべもくずれかかりちょっとのかぜにもふっとんでしまいそうなきたないえですさあおばあさんおきょうよんであげましょう。 一休さんは年頃にお経をあげてやりましたおばあさんは「あなたは生仏様だ」と言って喜びました口と手さてまた一休さんのとんち話に移りましょう ある日のことです。和尚様が一休さんを呼んで「宗賢本堂のお豆苗を消してきなさい」と言いつけました「はい」一休さんはすたすたと本堂に行って「ふっふ」とお灯明を吹き消しましたするとこれを見ていた和尚様がまた「け賢 宗賢、ちょっとおいで、と呼びました。はい、何でございますか一休さんがお尚様の前に来ると、お尚様は、宗賢、今お前は何でおとめを消したと聞きました。はい、口で吹き消しました。それはいけません。 口はいろいろなものを食べるところです。口の中は汚くなっています。その口でおとみを吹き消しては仏の罰が当たります。お前ももうまるの子供ではありません。そのくらいのことは覚えておきなさい。はい。 と答えるかと思いの。ほか、一休さんはいかにもわからないという顔つきで。では和尚様、お経も口で読んではなりませぬか？なぜじゃ？ただいまのお話ですと、口は汚いからお灯明を吹き消してはいけないとおっしゃいましたが、その汚い口で尊い。お経を読んでは？ なおさら仏の罰が当たりはしないかと心配です「うむなるほど」「和尚様もこれには返事のしようがありませんしかしこれは決してへりくつではありませんどんなこともこういう具合にして悪いところが改められていくのです」 出るるか入るか。久しぶりでじくさいさんから手紙がきました。なかなか暑い日が続きます。こんな時はとんち問答でもして暑さをしのぐに限ります。どうぞお師匠様と一緒に遊びに来てください。そのかわりごちそうはたくさん用意しておきます。 おしょうさまじくさいさんからこんな手紙がきましたよ。一休さんはおしょうさまの部屋に飛んでいきました。ほうよしよしそれではさっそく出かけるとしよう。一休さんとおしょうさまはそろってじくさいさんの家に出かけました。今度は、 橋の立て札もありません「軸くさん今日はどんな難問を用意しているかな」「どこから何が飛び出すかも分かりません」一休さんは用心おさおさおこたりなく家に入りましたが今日の軸斎さんはとても機嫌がよくて なかなか何も出しません。そのうち飯使いたちがどんどんおいしいごちそうを運びました。と一人の飯使いが今部屋を出て行こうとして資金をまたいだときです。これこれちょっと待ちなさい」と軸菜さんがその飯使いを呼び止めました。 はい、と言って飯遣いは敷居をまたいだまま立ち止まりましたすると軸斎さんは一休さんに向かって「宗賢さんあの飯遣いは部屋を出ますかそれとも戻ってきますか?」と聞きました「ははん来たな」と思った一休さんは ポンポンと手を叩たたいて、軸クサさん、今鳴った手は右ですか左ですかと言いました。ははあ、ジクサさんは何も言わないで笑っています。これで問答は軸クサさんの負けです。みなさんわかりますか 手をたたいて鳴った方は右と答えても左と答えても両方ですと答えてもいいでしょう。ですから右と答えれば左ですと言うかもしれません。軸斎さんの呼び止めた召使いも一休さんが出ると答えれば戻ってくるつもりです。戻る。 と答えれば出ていくつもりです。「返事のしようがないではないかということを一休さんは手をたたいて答えたのです」「鳥の問答」「この問答だけでごちそうが終わりました」 3人で縁側に出て庭を眺めていると一人の子どもがちょこちょこと目の前に出てきましたその子どもは右手に小鳥を一羽握っていましたそれを見た軸斎さんはそしらぬふりで一休さんに話しかけました「けんさん あの子供の手に握られている小鳥は死んでいますか生きていますか一休さんはニコニコしてスーっと立ち上がりました。そしてさっきジクサさんの召使いがしたように部屋の境の敷居をまたいでジクサさん、私は部屋を出ますか りますかと言いましたそれを見た軸斎さんは笑いながら「私の負けです」と言ってお辞儀をしましたこれもさっきの問答とおんなじことで一休さんが子どもの手に握られた小鳥を「生きている」といえば 握りりすつもり死んでいるといえばほれこのとおり生きていると生きたまま出してみせるつもりに違いないのです13年目一休さんはいつか18歳になっていましたするとある日 お嬢様が一休さんを呼んで、執権、お前もいつの間にか十八になりましたね、としんみりと言いました。ええ、おかげさまでいつか十八になりました。お嬢様のもとに参りましたのは、六つのときでございますから、いつの間にか、 十三年たちましたまるで夢のようです」と一休さんもしんみりしましたお尚様はついては宗賢お前におりいって話したいことがあるのだがねはい何でしょうか実はね宗賢わしはもう お前に教えることが何にもなくなったのだ。わしの持っている学問はみんな残らずお前に教え尽くしてしまったのじゃ。この上は誰かわしより偉い方にお前をお頼みして、お前にもっともっと学問を深めてもらいたいのじゃ。はい。 13年も一緒にいたお前と今まさら別れるのはわしも辛いことじゃがお前の学問のためにはこれも致し方ないことじゃ。はい。ついてはここに西言寺の和尚に手紙が書いてある。西言寺の和尚は天下に隠れない学問の深い和尚じゃ。 この手紙を持って、これからすぐ、西言寺に行きなさい。西言寺の和尚には、もうよーく話してある。はい、お師匠様、ありがとうございます。一休さんはその日、早速、西言寺に行きました。西言寺のお師匠様は、 安国寺のお師匠様の添え手紙を見て一休さんを部屋に通すと「宗賢という小僧はお前か?」と怒鳴りつけるように言いました「はい宗賢と申しますよろしくお願いいたします」「お前は大変喧嘩、口論」 トンチモンドが好きだそうだが、ほんとかいやおしょうさま、わたしは喧嘩も口論も好きではありません。なに好きでない。それじゃ女みたいに弱むしかでもありません。では、喧嘩、口論は好きじゃろほんとは好きですが。 しないことにしております」西言寺の和尚様は上品で気立ての優しい前の安国寺の和尚様とはまるで反対で雷のような大声でガミガミ言う人でした一休さんをじろりと見下ろして「お前を弟子にする前に一つ聞いておこう」 問答を始めました。「頭は石。お前は今喧嘩、口論はせぬと言ったな。はい、申しました。では人に唾や痰を吐きかけられても喧嘩をせぬかはい。 押し拭ってじっと黙り怒らない修行をしたいと思います。ほうそれでよいそれがお前に本当にできるかはいできますできるように修行いたしますそうだこちらが正しいのにつばやたんを吐きかけるようなやつは。 いわばハエみたいなものじゃ人間ではないそんなやつを相手にけんか口論すればこちらがバカになるはいでは相手がポカリと頭を殴ってきたらどうする我慢しますいやただ我慢するだけではいけない そんなやつにはいくらでも殴らせてやるがいいわけのわからんやつが殴った時は自分の頭を頭と思うな石だと思え石だと思うのですか一休さんは苦い薬を飲んだような顔をしましたそうじゃ。 わしの頭は石じゃお前の手はさぞ痛かったろうと相手を眺め相手をあわれんでやるのじゃ」。はい。今度の西言寺の和尚様はこんなふうに徹底した心を持っておりそのころ学問も行いも天下一だといわれていた偉い坊さんでした。 お様は「お前はなかなかできている。どうじゃわしのところで辛抱できそうかいたします。それでは今日から「宗淳」と名前を変えろ。一休さんはこうしてその日から西言寺の小僧になりました。 米がないそう宗ん。早速だが弟子入りと決まったら飯を炊いてもらおう弟子入りが決まると和尚様は早速仕事を言いつけました「はい米びつはどこにありますか台所にあるはずじゃ。 台所に行ってみると米びつはあるが米びつの中にはお米が一粒もありませんお嬢様、ま、お米がありませんないならどこからか探してこい大変なことになったものです今度のお嬢様は学問や 学問を考える時間が惜しくて、宅髪に出てお米をもらうのも忘れているのでした。三日も四日もごはんを食べないで、じっと学問をしていることがありました。今日も朝から何にも食べないで、水ばかり飲んでいたのです。その時は、 一休さんがすぐ近所の家に行ってお米をもらって和尚様にご飯を炊いてあげましたがそんな具合ですから学問では京の都で一番だと言われる西言寺の和尚様も衣はボロボロ道を歩く時は溝の脇で拾った竹の棒を杖について歩くので 道で遊んでいる子どもたちは「やーいこじき坊主」と生やしたてるほどでしたお寺の中もボロボロそれでも和尚様のお部屋には本が山のように積まれていました次の日和尚様は一休さんを部屋に連れていった これを読め」と壁に貼ってある紙を指さしましたそこには「無双国志」という偉い坊さんの書いた坊さんの分け方が貼ってありました「上等の坊主」猛烈に修行して本当の坊主の道に達した坊主。 中東の坊主、修行が普通で物分かりのいい坊主火盗の坊主お寺のしきたりだけを守っている坊主この火盗の坊主が二つに分かれていました一本はたくさん読んでも歌などばかり作って 仏の教えを忘れた坊主これは頭をそったただの人。にごちそうばかり欲しがって勝手なことをしている坊主。世間には火刀の2の坊主ばかり多いですね和尚様。それを読んで 一休さんが言いました。そうだよ十0人のうちの8人までは火灯の義だ安国寺の和尚様はどのくらいでしょう安国寺は前のお寺ですそうだねまず中東かね義満公は火灯の義ですね まだ火盗の義にもいかないよ。和尚様はどのくらいですか俺か俺は上等に入りかけているところだ。お前も坊主になったからには上等の上王にならなくてはいけないよ。はい。固い決心。 一休さんは西言寺で4年間みっちり修行をしましたさすがの和尚様ももう一休さんに教えることがなくなってしまいました「曹淳はいくつになったなあ」ある日和尚様が言いました「21歳になりました」 もう独り立ちしてもいい頃だなあ。わしはもうお前に何も教えることがなくなったよ。お師匠様のご恩は決して忘れません。独り立ちしてどこかの住職になれと勧められましたが、一休さんは、いいえ、もっと学問します、と言って、 しばらく西言寺にとどまっていましたするとその年の十二月に和尚様がぽっくり亡くなりましたみんなが「宗んさん和尚様の後を継いで西言寺の住職になってください」と頼みましたが もっともっと勉強したい一休さんは「私はまだまだ修行が足りません。とてもあの学問の深い和尚様の後を継ぐことなどはできません。」と言って西言寺を出て行きました別れを告げてまだお母様が丈夫で 京都の外れに住んでいました西言寺を出た一休さんは久しぶりに母のもとを訪ねていきましたお母様私は琵琶湖のほとりに修行に行きますしばらくお別れに参りました琵琶湖のどこに行くつもりじゃ 仮装様のお弟子にしていただきたいと思います。仮装という坊さんは紫野の大徳寺という立派なお寺の住職でしたがその頃の堕落した坊さんばかりいる京都を逃れ琵琶湖の片田のほとりにみすぼらしい庵を建ててそこで深い修行している余儀もまれな 徳の高い坊さんでした「それは結構です。でもお前はどなたかの手紙を頂い,いていますか?」お母様は尋ねました「い,いえ」「それでは難しいのじゃないか」「仮装様はめったに弟子を取らぬと申します」 弟子にしてくださらなければ、いおりの前に座禅を組んで、死んでも動かぬ覚悟です。そうですか。それほどの決心があるなら、仮装様もきっと弟子にしてくださるでしょう。それから三日目のことです。一休さんは仮装さんのいおりを訪ね、 弟子にしてくださいと頼みましたが。弟子の1人にあっさりと断られ。仮装さんには会うこともできませんでした。その世のことです。月明かりの下で1人の年寄りの漁師が琵琶湖で網をかけていますと。何かとても重いものが網にかかりました。 網を引き上げてみると重いのもそのはず若い坊さんの死体でした「嘉宗王将」に門前払いを送った一休さんが悲しみのあまり琵琶湖に身を投げたのでしたまだ心臓の鼓動がありました親切な漁師は一休さんを家に連れてきて 解放してくれたので、一休さんは生き返りました。どうして見なげなどしたのです。じいさんとばあさんが聞きました。一休さんが訳を話しますと、じいさんとばあさんは、それではしばらく私の家に泊まっていて、ネッシーに頼みなさい。 と言ってくれました。「はああ私は仮装様の許しを受けるまでは伊織の前で死ぬまで座禅を組むつもりだったのにこんなことではとても駄目だ」。一休さんはそう思い返してそれからも何度も何度も仮装さんの伊織を訪ねましたが。 そのたびに追い返されました雪の朝年も明けて一月七日の朝でした夜から降り出した雪はあたり一面真っ白にしています一休さんは朝から琵琶湖のほとりに出て どうぞ仮装様が弟子にしてくださるようにと願いながら座禅を組んでいましたするとひょっと気がつくと目の前に眉の長い年老いた和尚さんが立っていてじっと美しい湖の景色を眺めていましたあっ 仮想様だ。一休さんは思わずそう叫んで、和尚様の前に手をつき、どうぞ、私を弟子にしてください、と頼みました。お前は、宗淳と言ったなあ。仮想さんは言いました。宗淳が、 命がけで弟子にしてくれと頼んでいることを知っていました琵琶湖に身を投げたそうじゃなそんなことまでちゃんと知っていましたはい今日で修行したというが誰のもとで学んだ西言寺の和尚様に 四年間学びました「そうか西言寺浪尚に着いたか」「西言寺浪尚も惜しいことをしたなあ」「はい」「西言寺浪尚も頑固だったがわしはもっと頑固じゃお前は噂に聞いておろう」「はい」 存じております「辛抱できるかどんな辛抱でもいたします」「そうか雪の中は寒いそれではいおりの中に入ろう」は「はっありがとうございます」こうして一休さんはやっとカスさんの弟子にしてもらうことができました。 カラスの声一休さんは5年余りこの仮想さんのもとで修行していましたその間にこんなことがありましたいつか一休さんを助けてくれたあの年寄りの漁師はその後も一休さんの面倒を見ていてくれましたがある月明かりの美しい 夜のことでした。一休さんがその漁師の船に乗せてもらって琵琶湖の上で座禅を組んでいますと空のどこかでカラスの鳴き声がしましたああ坐禅を組んでいる一休の静かな心の底にそのカラスの声がしみ渡ってきました ああ、わしはなんといけない心を持っていたのだろう一休さんは急に心の目が開いたように悟りを開きましたどんな悟りを開いたのでしょうか一休さんはこれまで美しい衣を着てごちそうを食べ 仏の道に外れた行いをしている坊さんたちを怒ったり軽蔑したりしていました。澄み通った琵琶湖の上で何のこだわりもないカラスの鳴き声を聞いた表紙に、一休さんはああ、それはいけないことだと思い当たったのです。 人の悪いところを見て、ぶつぶつ言ったり、軽蔑したりすることはいけないことだ。そんなことに気をかけず、自分さえ本当の道を歩いておればよい。そして、自分が本当の道を歩くことで、他の人が感心して、一人でに本当の道を歩くようになってくれるのが、 本当の仏の道だ。一休さんはそう悟ったのでしたこれは仏の道だけではなく人間みんなの本当の道でしょう一休という名前またある日のことでした いっきゅうさんがやはりあの年寄りの漁師の船に乗せてもらって美しく澄んだ琵琶湖の上で学問のことを考えていましたするとどこからともなく美しい悲しい歌声が流れてきましたふと見ると湖のほとりで一人の乞食が ビワを弾いて歌を歌っているのでした。歌の曲は美しいシナのマイコが王様に知りぞけられたのを悲しんでさんになるという哀れな歌でした。一休さんはその曲を聞いて人の運命の悲しさに打たれ。 しししみじみじと感激しました。一休さんは船から上がると早速そのことを和尚様の仮装さんに話しましたすると和尚様は黙って部屋に引っ込むと「一休」と書いた大きな字を一休さんに渡してくれましたそれまで ゅんと言っていた一休さんはそれからなお一休と改めそれを一生変えなかったと言われます旅に出るこうして一休さんは笠尾さんのもとでいろいろ大事な勉強をしましたが五年目のある夜のことです。 あんなに厳しい和尚様がその世はニコニコして一休お前はわしのもとに来て五年余りになるなあと話しかけましたはい夢のように過ぎましたわしはお前にわしの学問のすべてを教えたまたお前の心は どんなに悪い坊主と交わってももはや決して汚れることのない深いところに達した。もうお前はこのいよりを卒業していいぞ。はい皆和尚様のご恩でございます。ついてはお前に詐称を与えたい。 詩唱というのは今の卒業証書と同じものです。わしのもとで五年余り濃く弁礼して仏教の奥義に達したという印です。仮想様の詩唱はどんな立派な寺の住職にもなれる高い値打ちのあるものです。が、 一休さんは言いました。お嬢様、ありがとうございます。でも私はご辞退いたします。いらぬかお嬢様は優しく言いました。はい。一休よ、お前はわしの後を継いで。 大徳寺の住職になってもらわねばならぬそれにはこの詩匠がいるのじゃ」。かそうさまは一休さんを自分の後継ぎにして紫野の大徳寺の住職にしようとしていたのでした「はい」「和尚さまのお情きに背くようで心が痛みますが」。 私は寺の住職にはなりたくございません。寺の住職になれば、いろいろわずらわしい人とも、また、えらい人ともつきあわねばなりません。そうすると、私の心はけがれます。それよりも、私は一生、人の道を探り、 仏道の道を訪ねる修道者として送りたいと思います。仮装様はそれを聞くと、そうか、一休、よく言った。わしもその道を歩みたいと思ったくらいじゃ。一休よ、思う道を歩くがよい。と言って、一休さんを励ましてくれました。 ある日、一休さんは和尚様の許しを得てどこへも知れぬ旅に出ました天狗の道場。旅に出た一休さんはいつか越前の国の竹雄という町を歩いていました越前の国は今の福井県です この町に有田隼人という剣術の先生がいて大きな道場を構えていました。一休さんは町の人からこの剣術の先生は腕は立派だが心が悪くいつも腕を鼻にかけては町の人に迷惑をかけ 町の人から鼻つまみにされているということを聞きました。一休さんはひょっこりとその道場の前を通りかかりました。わあ,あ、ここが噂に聞く天狗の道場か。一休さんがそうつぶやいたとき。 道場の窓から首を出した一人の門人が、不思議そうに一休さんの姿を眺めました。旅に出た一休さんはいつも木刀を腰に刺し、尺八を吹いていたということです。門人は木刀を腰に刺した小敷坊主を不思議に思ったのです。 その門人が一休さんの独り言を聞きつけて「おい坊主天狗の道場とは何だ?」と叫んだので他の門人もたくさん窓際に集まってきて「なんだなんだ?」と騒ぎだしました「あの坊主が変なことを言いやがったんだよ」。 けしからん坊主だな。一休さんは立ち止まってニコニコ門人たちを眺めていましたが何を思ったかずかずかと道場の玄関に入っていって「頼もう」と声をかけました。すると目つきの悪い門人が出てきて「これは旅の坊さん」。 どちらからかか。おいでか「うんあちらから来たいや生まれたところはどこかと聞いているのだ」「はあはは聞き方が間違っている坊主には生まれた土地がないものじゃ無理に言えば天竺からか」「門人はむっとしました」 ここは清き,き道場じゃこじき坊主などの来るところではない何か欲しければ台所に回れなるほど一休さんはくるりと向きを変えて道場の勝手口に回りましたそして大声で言いました「この道場は横車を押しては」 町の人を苦しめ大もうけをしているそうじゃから金持ちだろう。わしは腹が減ったごちそうを頼む。他の門人が出てきましたが一休さんずうずうしくどなっているのでかんかんに怒ってせっかくだがここは武芸の道場だ。 木坊主に恵むものなどない腹が減ったら飯屋に行け何か欲しかったら勝手口に回れと言ったぞこの騒ぎを聞きつけて奥にいた先生が「なんじゃ想像しい先生木木坊主が飯を食わせろ」と言っています。 いのこととをてんぐと言っています。「台所に通して飯を食わしてやれ」「門人は先生がそういうので坊さんこちらに来てください」「それはかたじけない」「一休さんはわらじを脱いでどんどん道場に入り上座にある先生の座布団にどかっとあぐらをかいて」 ちょっと断っておくが、わしはまずいものは嫌いじゃ。たんとおいしいものを持って参れ。坊さん、そこは違います。台所に来てください。いや、ここの方がよい。門人はまた先生の部屋に来て。先生、古事記坊主が先生の座布団に座って、 いっています。「そうか何か訳がありそうだと思ったらしく先生が道場に出てきてこれこれ道場には道場の礼儀がある勝手なことをしてはいかん」「文句を言う前にごちそうを頼む」「道場の先生も怒ってしまいました」 あまり勝手なことをすると捨ててはおかんぞ。どうなさろうというのじゃ。先生はふと一休さんの指している木刀を見て「おや坊さんは剣術をなさるか?いや」いや致さぬ。ではその木刀は何のためにお持ちじゃ。 世の中の偽物に見せるためじゃ。偽物？そう、世の中にはこの木刀のような偽物がたくさんいる。こうして腰に差していると刀のように見えるが、木刀は刀の偽物じゃ。わしを偽物だというのか？ お前もそう思うだろう。だろ「クソ坊主」と先生は真っ赤になって怒りましたいきなり底にあった木刀を取り上げるとやっとばかりに振り上げ「坊主もう一度言ってみろただではおかぬぞ」が一休さんは平然としています「偽物」 どこからでも打ってこい。門人たちはああかわいそうにこのこじき坊主頭をたたき割られるだろうとじっと見つめていますが不思議なことにじっと一休さんをにらんで木刀を振り上げている先生の手がぶるぶると震えだし 額からじわじわ油汗が流れ出してきました。なぜ打たぬ一休さんは腹の底から言いました。するとさすがは腕のある武芸者です。自分の悪いことを悟ったかがらりと木刀を捨てて打たれるのは私でございます。と言うと ぴたりと一休さんの前に両手をつきました。王様、あなたはかねがね蓮魚少銀から受けたまわっております。一休様ではござりませぬか。ほう、そなたは蓮魚の信者か。はい、このあたりのものは皆蓮魚少銀の信者にござります。 蓮将軍はその頃名の聞こえた偉い坊さんでしたこの竹羽の町から十里ばかり離れた柴田湖のほとりの吉崎という町に大きなお寺を建てこの辺りの人たちから「生き仏」と言われていました蓮御には一休さんより 二十二歳も若いのですが一休さんとは仲良しでした「そうか蓮魚の信者なのに貴様が花つまみ者とは訳が分からぬ」「申し訳ありません」「腕を磨くだけでは駄目じゃ心を磨け」「はい」 目が覚めがました「有田隼人は門人たちに言いつけて一休さんにたくさんご馳走だし『一休様お願いがござります。なんじゃなこの道場のどの木刀でもよろしゅうございますから一休様の木刀と取り替えていただきとうございます。 こんなものを何にいたす？仏前に飾って毎日拝み心を磨きます」「そうかそれは良い心がけじゃ」一休さんはご馳走を食べ木刀を有田隼人に与えるとまたどこともなく出て行きました。 一休さんが関東の方へ向かって旅を続けている時のことでした「下着下着」というやかましい掛け声が聞こえて後ろから大名行列がやってきました「はあうるさいものがやってきたなあ」いっきゅうさんは。 松並木のそばの石の上に腰掛けてひと休みしましたすると一休さんの前を通り過ぎようとした殿様が籠の中から一休さんの様子を見て家来の者に言いました「これこれあのお坊さんはこの暑いのに傘も持たずにおきの毒な様子」。 誰かかさを一つお坊さんにあえよ。はあ、かしこまった家来の一人が早速傘を持って一休さんのところに飛んできましたお坊さん殿様の仰せで傘を持って参りましたこの暑いのに傘なしでは定めしお熱いことでございましょう」。 どうぞこの傘をかぶってください」すると一休さんは「さだめし喜ぶだろうと思いのほか」「それはまことにかたじけないがわしは生まれ落ちるとから青空を傘にかぶっているからせっかくのお言葉だがお返しいたします」「殿様によろしく申してください」 と手を振って遠慮もなく断ってしまいました家来の者はあきれかえってしばらくぼんやりと一休さんの顔を見つめていましたがいらないというのですから無理にとも言えないのでなんと頑固な坊主だろうと思いながら殿様のところに帰って そのことを話しました「殿様は渋い顔をして家来の言うことを聞いていましたがやがてニコリとして『青空が傘か。なるほど面白いことを言う坊さんだな。そんなことをずけずけ言う坊さんならきっとただの坊さんではあるまい。 そうそうのないようにいよにたせと家来を戒めてそのまま行き過ぎてしまいました夕方になって殿様が宿屋に泊まると一休さんはいつ行列を抜いたものかもうちゃんとその宿屋に泊まっていましたおやおや 青空を傘にかぶって歩くといったあの坊さん、いつわしのかごを通り抜けたものか、もうちゃんと止まっているぞ。殿様もびっくりしましたが、どうもあの坊さん、おもしろそうだ。ひとつ呼んでみようと家来に言いつけて。これこれ、あの坊さんをお招きして来い。 と言いつけました。はいこれはありがたい一休さんはすぐ承知してのこのこと殿様の部屋に入ろうとしましたすると突然部屋の中から殿様が「お坊さんしばらくお待ちを願いたい」と声をかけました「なんじゃ?」 お坊さん、たとえお坊さんとはいえ人の座敷に入るのに傘をかぶったままとはちと失礼でござろう。傘を取ってお入りください。もちろん一休さんは傘などかぶっていません。しかしさっき道端で青空を傘にかぶっていると言ったのですから。 まだ傘をかぶっていることになります。それを殿様は問答にしていったのでした。が、一休さんはそんなことではへこたれません。いや、言われるまでもなく傘を取って入りたいのは山々だが、なにぶんにもわしの傘はあまり大きすぎるので。 脱いでも置くところがない失礼とは思うがこのままにする」「なるほど青空では取っても置くところがないだろう」「殿様はこれを聞くとお坊さんは一休さんでござろう」と言いました「ははあ化けの皮がはげたか」 一休さんはおもしろそうに笑っています。殿様は一休さんにたくさんのごちそうを出していろいろ話を聞きましたがその中にこんな話がありました。一休さん世の中には幽霊というものがいるでしょうか。私は話には聞いていますが。 ままだ見たことがありません。幽霊はほんとにいるのでしょうか?と」と殿様が聞きました。ははよく聞かれることじゃがわしは途中にブラブラと答えることにしている。とちゅうにブラブラとはどういうことですかそれがなあ。 幽霊というやつは人の心の持ち方で出たり出なかったりするだから出ると言えば出る出ないと言えば出ないつまり途中でブラブラ正月のしゃれ神戸ある年の正月の元日のことでした 一休さんは、シャレ神戸を竹の竿に突き刺して、今日の町を歩き回りました。町の人は、嫌な坊主だなあ。このおめでたいお正月に、シャレ神戸を持ち歩くなんて、なんて坊主だろう。うと、大騒ぎをしました。そのうち一休さんは、 四条室町の京都一番の大金持ち義宮の家に現れました元日のことですから主人の久兵衛は家のものをみんな集めて塗装祝いお雑煮を食べていましたするとそこにしゃれ神戸を持った薄汚い坊主が現れたのですから 弓兵衛はびっくりして「やいこの坊詰め」と怒りましたすると一休さんはお経でも読むような節をつけて「門松は冥ドの旅の一里塚めでたくもありめでたくもなし」とうたい続けて「正月の 「儀式は死ぬることはじめどんどは仮装、20日骨上げ」とうたって目をパチクリしている久兵衛を尻目にさっさとどこかへ行ってしまいましたなんといってもお正月はめでたい時ですそのめでたい時に一休さんはどうしてそんなことをして。 人を嫌がらせたのでしょう。それはこういうわけでした。その頃京都の町は大変贅沢になっていました。そればかりでなく金貸しとか良くないものがはびこって高い利子をとっては人々を苦しめていました。一休さんは それを戒めようとしたのでした。ことに銭や久兵衛は金貸しの中でも一番立ちの悪いやつで久兵衛から金を借りた人は皆苦しんでいました。それで一休さんは久兵衛の家にはわざわざ立ち寄ってゃれこ神戸を突きつけ お前は金金と言って貧乏人から高い利子を巻き上げ自分だけ贅沢をして人を苦しめて平気でいるがお前がいくら金を貯めても死んでしまえばこのしゃれ神戸とおんなじになるのだよ。金はあの世に持っていかれない。ちと心を改めなさい。 ししめようとしたのでした。殿様ので一休さんがだいぶ年取ってからの仲のよい友達に蜷川新左衛門という人がありました新左衛門は一休さんの偉さに感心してにし わざわざ自社奉行という高い役目をやめ一休さんの信者になった人でした一休さんと新左衛門さんがいろいろな話をしていると一人の武士が一休さんのいおりを訪ねてきて「私は上村内気という者の,の家来ですがこの度 殿様が死にまがした。その遺言に「わしが死んだらぜひ一休さんに引導を渡してもらえ」とありました。「どうぞぜひ仏様に引導を渡してください」と頼みました。一休さんはすぐ「承知した」と答えましたがすぐ後から。 けれどわしはお供が多いぞ。それにわしの友は一人について是二一貫ずつ申し受けることになっている。それを承知してくださるかと付け足しました。はい、かしこまりました。それではよろしくお願いいたします。と言って家来は帰りました。 それをそばで聞いていた稲川新左衛門は不思議そうにして一休さんに言いました。あなたは欲のない方だと思っていましたが案外欲が深いのですね。まあいいよ新左衛門見ておれ。一休さんはただニコニコと笑った。 新左衛門の言葉を聞き流していましたが、すぐ、さあ、新左衛門、お前にも全日間もらってやるぞ。ついてこい。と言って、立ち上がりました。新左衛門さんも、はは、これは何か訳があるなと気づきましたから、黙って一休さんについていきました。 五条の橋を渡って向こうの河原に出ると一休さんは一つの木きの小屋に立ち寄りました。「木さんくさん,もくさんちょいと頼みじゃもうけじゃ」。一休さんはここの木きと知り合いと見えてそう呼びました。「木きの木さんが出てきました。いっきゅうさんは、 何百人でもいいから、お前の知っている小敷をみんな集めてくれ。何ですか一休さん。上村内記の葬式じゃ。一休さんは訳を話して、あれは金持ちだから、うーんと金をもらってやるのだ。それは面白いですね。では、 さっそく集めましょう。乞食の木さんはそこら中の乞食を呼び集め京都中の乞食を皆かり集めました数えてみると355人集まりましたさあそれでは頼む一休さんは 三百五十五人の小敷をぞろぞろ連れて殿様の屋敷に乗り込みました。いくら友が多いと言っても三百五十五人も来るとは思いもかけなかった殿様の屋敷ではびっくりしてしまいましたが数を決めて約束したわけではありませんからしぶしぶ 三百五十五人の小敷に銭一貫ずつを払いました一休さんはおかしさを隠して静かに引導を渡しました慈悲もせず悪事もなさず死ぬ者は仏も褒めず閻魔もとがめず死んだ殿様は ただ金を貯めるのが楽しみで、慈悲の心を持たないで有名でした。そんな人の金なら、小慈にやった方がいいと、一休さんはこういうことをしたのですが、続けてこう言いました。大名も小慈も同じ月は月、水、火、風のうつけ者めら。 人間は殿様も小敷も同じ人間だと言ったのですそういった一休さんの目には涙が溢れていましたたった一日だけの養子将軍や 武士や偉い人にこびへつらうことの嫌いな一休さんはいつも貧しい者の,の味方でした。いつも一休さんと親しくしている御影堂という扇屋の老人夫婦がある日突然一休さんを訪ねてきて「一休さん長くお付き合いいただきましたが」。 この度分け合って店を辞め国に帰ることになりました」と言いました「おおお金がたまったので国に帰って静かに暮らすつもりかい一休さんはそう言いましたが決してそうではないことを知っていました老人夫婦は目に涙をため とんでもございません。借金がたまって店をやっていけなくなりました。それは気の毒じゃ。借金はどのくらいか百両でございます。店を売るとその百両が返せます。ほう、百両かな。 一休さんはじっと考え込みましたがポンと膝を打って「いいことがある。どうじゃな三重堂さん。わしをお前さん方の養子にしてくださらんか。二人が田舎に帰っても一文なしでは困るじゃろ。わたしがその借金を返してあげよう。」と。 とんでもないあなた様のような方を私どものようなものの養子だなんて」。老人夫婦はびっくりしてしまいました。一休さんは笑って「まあ私に任しておきなさい」と言うと次の朝早くのこのこと三重堂に出かけていって。 三重堂さん、筆と硯を貸してください。どうなさりますいいから貸してください。老人夫婦から筆と墨を借りると一休さんは、さあ、私は今日からあなた方の息子です。どうぞ夕方まで遊んできてください。と言って、 老人夫婦を遊びに出ししてやりました。その後で一休さんは戸棚から紙を何枚も出して継ぎ足し一休は今日から三栄堂の養子になりましたその披露に今日一日だけ扇を買ってくださった方に「無料で希望します」と書いて 店の前に張り出しました。記号というのは字を書くことです。さあ、扇を買えば一休さんがただで字を書いてくださるというので、大変な評判になりました。夕方、老人夫婦が一休さんどうなすったかな？ と思いながら帰ってきた時には、一休さんの脇には山のようにお金が積み重なっていました。一休さんは、三枝堂さん、はい、お金と言うと、では私はこれで離縁してもらいますよ。さっさといおりに帰ってしまいました。 三重堂さんは借金を払っただけでなくそれからは豊かに暮らすことができました天皇のお使い一休さんは山代の国城国玉木村というところに周恩庵という小さないおりを建ててもらって住んでいました。 京都の町の近くですすると文明6年1478年2月22日のことでした天ヶ崎の光徳寺というお寺の住職の十中という和尚さんが小槌帝天皇の使いとしてこの正恩案に来ました 一休さんに大徳寺の住職になってもらいたいという使いでしたはい天皇の言いつけとあればお受けいたしたく思いますが一つお願いがあります私は草ぶきの小さないおりに住むことを楽しみにしています大徳寺の住職になっても 常々はこのいおりに住むことをお許しくださればお受けいたします。天皇の命令とあれば受けないわけにはいきませんがそんな大きな寺に住んで偉い人と会ったりつきあったりするのは一休さんの心と反することです。承知しています。 今大徳寺の住職になるような徳の高い方はあなたのほかにありません。もったいないことです。大徳寺の住職になってからも一休さんはお師匠様の家総様がやはり大徳寺の住職でありながら比屋根のそばの小さな寄りに住んでいたように。 いつまでもこの玉木村のいおりに住み公のことがある時だけ大徳寺に行くことにしていましたそして一休さんは日本一徳の高い和尚さんとして人々に慕われながら88歳の年ついに 玉木村の土となりました。おしまい。